YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会、サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。お名前を。清水と申します。どちらの方から。地元岡山です。もしよければハンドルネームとか。道しるべです。はい、いつもお世話になっております。今日ご参加いただいた船は、はい、これは、メカフグでしょうか。そうですね、タミヤの工作キットのメカフグです。メカフグ、はい、これを加工されまして、はい、これはどういうふうな状況になってるんでしょう。ね、見ていただいたら分かると思うんですが、一応ね130モーターで、はい、ギアダウンユニット、はいはい、しております。で、スクリューはキャプテンで売ってるスキュードがついてますね。そうですね、はい、つけております。あとサーボが、3機搭載です。舵、前後ろ舵と縦舵と、はい、ということはこれは何チャンネルで動かしてるんですか。4チャンネルですね。4チャンネルで、はい、ということは前と後ろの舵はオーダーは、センダーとオーダーは別々に動かしてある。そうですね、もう手動でやってます。手動でやってます、はい、はいはい。ということはダイナミカルダイブということですね。そうですね、はい。これ防水は大丈夫なんですか。防水はですね、いや大丈夫じゃなかったんですけど基本的にこれ100均のお弁当箱についてる、はい、シリコン のパッキン、パッキン、これをこの土手にかぶしまして、これで締めると。これはこのちょうどいいサイズがあったんですか。そうですね、もうドンピシャリ偶然なんですけど100均でこれはもちろんこれメガフグのキットにはこのパッキンは入ってないですね。はい、これは含まれておりません。はい、はい、まあ、ここぞを自慢したいという改造点はどこなんでしょう。ですね、多分だいぶお時間がかかってるように向けられますが、まあ、あとね、スイッチなんですけど、はい、まあ、偶然なんですが、はい、実は、まあ、よく潜水艦で使っているマグネットスイッチ、はい、ちょっと高価なので、ちょっと自作してみました。はい、で、この裏側にリレースイッチが、ガラス管に入っているリレースイッチがあるんですが、で、これを、この磁石を、これをこうつけることによって、スイッチがオンになるっていう。でもあのリレースイッチガラス管に入ってるってあまり電流を流さないですね。このアンプは、はい、ほとんどこのスイッチからね電気は流れてないような感じなんです。だから実際にこれを取っても、はい、ごまかしていけばなくても働いている状態が維持できるんです、はい、これを、まあ、作った時に偶然それを見つけて、うん、でまあ、念のため磁石をつけっぱなしにしてると、はいはい、でこれでオン状態、はいはいはい、で持つみたいです。ああなるほどね。まあ、お安く上げる方法ですね、はい、まあ、リレースイッチちょっとちっちゃいんで、僕も初めその電流値がたくさん流れると思ったんですが、はい、スイッチ回路そのものはただの接点スイッチのような感じですね、うんうん、これでもアンプによってどうも違うみたいなので、まあ、一概にこれが全て使えるかどうかわからないですけど。わかりました、はい。このオーダーセンダーの防水はどうされてるんでしょう。何かこう赤いキャップがついてるのが見えますが、ホームセンターで売ってる、はい、水をシリコンチューブで鼻に水をやるね、T 型の何十年ね継ぎ手みたいなもんですけど、はい、あれを利用してるんです。あれを単純にT の字型の方向に軸を持ってきて、縦方向に、まあ、これグリス用のリップルをつけてるということですね。グリスで止めているということです、はい、オーリングか何か入ってるんですか。入ってない。一応軸ここにね、ミニ四駆 の、まあ、ローラーのね、はい、まあ、ちょうどぴったりなんかあって、それを叩き込んでいるっていう感じなんですけど、はい、ということはなかなかプラモデルをいろいろと工作されてていろんなパーツから入れてるということですね。今日はちょっと沈みでしまって残念な結果になってしまいましたが、レベルがやっぱり水圧には耐えれないという、はい、じゃあまた来年期待しています、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、すいません、はい、
さて、いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本無形潜水艦協会のご講義で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで、次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。